はい、皆さんこんにちは。こんにちは。滋賀県兄弟、兄のハイです。弟ネナです。はい、千葉寮から今回も北一角動画撮っていきますと。はいはい。で、まず右下のゲリラパトランプ見てくださいと。これが光ればゲリラプレゼント企画開催になります。はい、まあ、過去動画もね、見ていただければと思うんですけど、かなりの高頻度で光っておりますと。はい、なんでね、まあジャグラー感覚でドキドキして見ていただければと思います。そうですね。はい、じゃあ今回も千葉寮からいきましょう。まあこれ7月っすね、まだ。なんでまあそろそろ、まあ、ループさせようかなと。はい、もうやばいんでね。そうですね。はい、だってもう絶対衝撃まだ打ててる時代。確かに今打てねえからな。いや打てないよ、もうなんか台数も減っちゃったしな、うん、最強の時給なのにこいつも。まあ千葉リオとこいつはやっぱ強いっすね。いや、めっちゃ強い、うん、まあいつも通り理性狙いからいってます。もうルーティン化しますね。まあこれがリアルかなと思います、まあね、正直。もう千葉リオ今でも打ってますし、まあ、千葉リオ今でも打ってます。まあこの時の千葉リオは正直打ち放題でしたね。うん、なぜかそうだね、ライバルいないしね。うん、まあこれナビ出てないんですけど、どいてます。なるほど、ね。まあ、一回回すと、うん、そしたらライバル対策っす。ライバルいなくなるんでね、うん、もう打てないんでね、正直自分たちも回しちゃったら打てない。まあこれ一回戻って打ったら当たったよと。いいね、いう形ですね。まあこれが大事、実際大事、こういう細かいとこ大事、うん、マジで。まあ今はもう打てない状態ですね。もうこれ面白いんだけどね、もうリセされてないね今うちの店。そう、本当に理性するところだったのにね。もうめっちゃ理性にこだわってて、千葉リオも今も理性やってるんですけど、なぜか絶対衝撃だけはもう据えましたね。据えちゃった。はい、僕たちはそんな打ってないですけどね、最近。なんか他の人が打ってる。だから千葉リオ打った後に衝撃行くともう誰もいないと。誰もいないというか、もう打たれてるという状態ですね、うんうん、今。で、まあまあ、この時はまだ打てたんで、打ってます。千葉リオ打ってから打ってます。全然余裕だったよ。全然余裕だったよ。今ライバルめっちゃ多いの。いや、地域めちゃくちゃ多い。なんか、なんで、なんかきついんですよ、今、正直。ガルパンとかもな、もう、狩られてるからね、もう、あの、一人の人に。もう、無双地帯になってますね。同じ人だよな。同じ人にも狩られちゃって、もう、美味しくないですね、この地域、正直。そう。ちょっと今、厳しい。っていうのが現状です。まだでも、この7月なんで、余裕で打ててます。はい。だってな、だって、縛りを打って、絶対衝撃打って、まだこれ、他の店で空いてると。朝1台が、はい、そうですね、4台ぐらい出る。4台ガルパン、これ全部紹介したらもう1日終えてもいいぐらい、終えてもいいぐらいなんですよ本当。はい、だけどまあこの時は打てた。でこれ今4人で稼働してるんですけど、2人が今設定内で打ってます。1人かな、1人が設定内で、後から来た1人が設定内でもう1台打ってて、はいはいはい、で今僕がジャグラー末尾が、ちょっとそういうの細かくは言えないんですけど、末尾が、多分末尾部で、他の台全部、末尾が揃って出てたんで、はい、これだけ合算悪かったんですけど、あるんじゃないかというところで打ってます。まあね、アイムはね、割り低いんでね、6号機だし。確かに。まあ渋いんですけど、まあ1台外しとかやってくるんですよ、たまに。なんで、確信までは持てないけど、まあまあ結構期待して打ってますね。合算180分の1で、まだ多分1000ゲームぐらいしか回ってない。全然あるな。割とあります。っていう感じで打ってますね、どんどん。で、合算がこれ140分の1ぐらいになったんですけど、ちょっとハマって、この台だけ入ってないんじゃないかっていうところでやめちゃいました、僕は。はい、まあ、ただ、これ、後から見てみたら、ちゃんとこれも入ってましたね。しっかり。あ、そうなんだ。うん。なんで、まあ、ただの下手くそというところで、まあ途中で捨てちゃったというところですね。しゃあない、ね。しゃあない。ああいう動きされたらしゃあないかなと。まあちょっとレギュラーもついてなかったんですよね、確か。やめましたよと。まあ、こうせって多分捨てたから、おそらく。まあまあしゃあないな、あれは。しゃあない。まあ打ってもよかったけど、うん。うんっていうところですね、うん。まあしゃあない、しゃあない。まあ結構粘る派なんですけど、僕。そうだね。まあちょっと早めに見切ったっていうところっすね。でまあこれが弟の朝一の千葉リオになります。はいはいはい。
はい。で、この時朝一で、もうほぼほぼ5、6の台が、まあ、寝台で、5台ぐらい、もう5、6だと思って並んだんですけど、取れなかったと。1台だけだ、多分取れた。ハナペカだけ取れて、ハナペカは僕たちのグループというか4人で稼働してるんですけど、ノリで あの1人だけ打ってます。もうね、5、6ですね。もう他の台とかも見てみたら、まあ、ほぼほぼ入ってるだろう、まあ、4、5は絶対あるっていう挙動します、全部。はいはいはい。で、後から来たやつが、青のエクソシストが相手一番分かりやすいと言われる青のエクソシスト、相手、それ打ってると。あれも6かな、5、6かな、分かんないけど、ね、1回も350だっけ、250だっけ、はまらなかったと。はまって、はまるっていうか、そこを超えなかった。うん、まあ、6だね、もう多分、うん、あれは6だと思う、マジで全6だと思う。で、うん、分かってたんですけど、競争率も、朝の抽選も低かったんですけど、僕たちのね、引き弱のせいで、はい、9時の引き弱のせいで、2台取れなかったです。で、1台はなぜかやめた。青のエクソシスト。一番わかりやすいので。クソありがたかったよね。うん、やめたんですよね。で、まあ、そういう感じで稼働してます。なんで、僕たちはハイエナ。僕たちはハイエナしてて、で、友達は設定狙いをやってもらってるっていう、立ち回りですね。ただ、動画撮ってるのと、YouTube をやってるのはあくまで僕たちなんで、そこは動画になってないです。これはね、前から説明してる通りなんですけど。はい、で、今、これ弟が売ってるんですけど、なんだっけな、ガルパン。ガルパンも、恩恵で見てても、ライバルがいる可能性があるんで、次に打ってますよ。グレンナガも次で。戻ると。もう、一気に打って、で、もう一回戻るっていう感じですね。はい、まあ、そうすることで、ライバル打てないです。もう、10ゲームぐらい回ってるんで、打てないよな。手で。打てないよ。で、まあ、ガルパンに戻ってるというところですんで、まあ、見事当たるという感じですね。まあ、ライバルが少し少なくても、こういう立ち回りの方が効率は絶対いいですね。まあ、やってると思うんですけど、普通に。取られちゃったらな。まあ、取られちゃったら。きついからね。そうだ、確かに。まあ、見られてなければ、一回、まあ、こういうのは離席してもいいと思う。まあ、ライバルが1ゲーム打ったら必ず見るようにしますよ。まあ、そうですね。てめえは。見たい。うん、見たい。見れるなら見る。隠されなきゃ、見たい。まあまあ、見てるって悟られちゃうわりですけど。間違いない。打たれちゃうからね。最近全く見てないよ、これ。でもガルパン打てないんだって。ガルパンが打てなくなっちゃったもんな。な。きついわ。きつくはないけど、なんか甘すぎたんだけど、今までの地域が。やばかったもんだって。これやばいよ、ね。このお店で1万取れますからね、朝一。チバリオ以外で。チバリオは他の店なんですけど。そっからのここ来て1万取れたんで。もう今ね、取られてると。これはな、残してほしかったわ。甘すぎるからな、今は。この時に戻りたい。この時に戻りたい、本当に。うん、前は225。まあ、まあ、狙わないのかな、普通は。どうなんだろう。狙ってもいいかなぐらい。いや、これモードが分かんなかったからやってるよ。そうだよ。モード不問だったんで、全然分かんない状態だったんで。モードが何か分からない状態で落ちてたんで、打ったって感じですね。確定してないよっていう感じです。だ A 確定もしてないしみたいな。っていうところっすね。まあ、でもあんまりね、バイオは難しいよ。バイオ難しい。バイオはね、難しいね、ほんとに。俺打ったことないし、拾えたことないよ。俺の情弱のせいかもしれないけど、正直これは。250ぐらいあったら、迷うぐらい。まあ、バイオはなんか、モードがもうガッチガチだからなんか。なんか200、50とかで落ちても打ちたくないよな。 A 確定したりするし、 A ほぼ濃厚だったりするし、うん、まあ、捨ててるってことはね、見れちゃうしな、あれ。そう、ボタン押したら見えちゃうのね。それでネットに転がってるやつと照らし合わせて、まあ、ちょろいよ。まあ A か、みたいな。そうそうそう、 A だったら打ちたくないでしょ、普通に。これ A だったし、これ A だった。もう天井いっちゃった。700天井いってるよ。バイオ打ったことないな、1ミリも触れたことない。でも、いや、おもろいんだけどな、これ。で、まあ、バイオはこの店、今友達が設定狙いしてるところで六角したっけ、五六角したんだっけ、五六角だっけ、五六角しましたね。あの変な、なんか五六角っぽくない画面で、うん、
よく地味の、地味の画面で出たんですけど、負けたっけ、負けた負けたよな、負けたかちょいプラかだよな、確か設定ぐらい、マジで勝てるよ、勝てないんだよな、この日もだって、まあ、出てないよ、え、この日6角3台ちょいってましたけどね、あ、6角、まあ、あ、まあ、ほぼ6、うん、ガチでほぼ6だと思う、なんていうのかな、途中から6時ぐらいかな、6時、7時ぐらいからもう一つ空いて6角、6角っぽいのが、まあでもほぼ6角だと思うんだよな、全部同じように出てるから、いや、あれはね、全部だよ、多分店も入れる店だし、入れる店は本当に、うん、ガチでガセラ、信頼ガチ熱いし、ガチでガセラだ、しかもその時もクソ熱い煽りしてたから、そうだね、あそこは信頼してるわ、うん、本当唯一信頼できる、まあ、ほぼ座れたらもう勝ちみたいな、うん、まあ、勝ちっていうか、まあ積もったって、抽選も少ないしな、抽選少ないんですよね、うん、抽選多かったらあんまり美味しくないですけど、抽選も少ないし、だって10人ぐらいだよね、うん、あんまり言えないですけど、うん、あ、そうだね、いや余裕で、余裕でいけるやろっていう感じのところっす、いや3台打ってプラったっけ、いやプラってないと思う、マイナス、いや鼻ペカだけプラった、いやそう鼻ペカだけ多分プラった、いやガチで、あの青のエクソシストはずっとジグザグして、マイナスだったね、うん、あのもうなんか負けもしないけど勝てねえだろ、うん、まあ勝てんのかな、青のエクソシストなんて12時ぐらい落ちたよね、落ちたよね、そうずっと打ってた、多分ずっと打ってたはずなのよ、あの友達がメンタル折れて確か変わったから、人、いやなんかもう同じ動き してんのに負けるっていうのもひどいっす、ひどい話ですマジで、いやでも6人だよな、だってあれ、いや6だよ、機械割り低すぎるし、しかもマジで6だよ、107だっけな、107パーとかもうジャグラーよりも低いからね、確かにな、まあ分かりやすいけどな、その代わり、いや分かりやすい、分かりやすくてでも勝てないのがきつい、確かに、でこれ花火が、ね、ましたね、これ落ちたっていうか、あの変わっただけっす、ね、そうそう、鼻ペカを打ってんのがきついと、そう、ね、鼻ペカを打ち続けるのがきついっていう話で、ね、弟に変わりました、これちょっとツボなんだよ、いや俺朝から打ちたかったよ、俺ずっと言ってたもん鼻ペカを朝から打たせてくれと、ただ9時勝てなかったし、あの友達が取ったのを入れ替わるっていうのをやりたくなかったんで、諦めました僕がですね、はい、いや好きなんですよね、沖鼻系が好きなんで打ちたかったんですけど、このペカダンシングを見たかった、見れなかったと、怖い、なんかホラー映像だろマジでホラー映像だと、これも見たかった俺はこの何、この当たった直後の30ゲームでもう一回当たるとそう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  AT 入るみたいな感じ、そうそうそう、そんな感じの、見てる、見てる感じ、ペカダンシング、これで AT 入るの、そうこれ飽きるかもな、いや飽きるし頭おかしくないそうじゃん、出玉少ないんこれ、これめちゃくちゃ出玉少なくて、でなんか30ゲームぐらい打たされるわけじゃん、まあまあそうやね、なんか確かに確かに、でもしかもなんか後半にしか当たってなくね、全然出ないんだよ、あそう後半にしか当たらないんですか、あそう、いやまあだけどストック持った状態で AT 入るんだよ確か、はいはい、でストック持った場合は32ゲームぐらいで放出されるの、ああはいはいはい、うん、だから32ゲーム以下で当たったのはストック使ってないみたいな感じなんだよ確か、多分だけど、ああなるほどね、いや基本32ゲームで当たるんだよ本当に本当にそう、とんだくそ代、え、これ割高くなったこれ、あ、そのまま110ぐらい、ね、でも あったよ、割と、そうだよね、でも分かりやすくて、うん、設定も結構、そう、分かりやすくて結構両代じゃねみたいなのあったよね、そう、じゃあこれいこうぜっていう話にはなってたんだよ、うん、そうだよね、めっちゃ軽いですよこれボーナス合算で、え、そうそう、これ結構めっちゃ軽い、そうそうそう、設定分かりやすい上に、結構割もあってっていうところで、もう第一候補だったよね、うん、そう、第一候補だった、俺が打ちたかった、正直朝から打ち抜いた自信はある、なんかびっくりした、赤菜が、赤菜が珍しい、 やっと来たわと思って、これで出玉多少出んだろうと思って、何赤菜が、ハイパーハイパーハイパー確定、うん、赤菜が確定な、うん、一次連確定だけだったこれマジでくさゴミだろう、確かにめっちゃ虹色や、めっちゃ踊っとれ、うん、踊りは変わんねえか、1000枚ぐらい出てほしいなみたいな感じ、いやまあ AT でしょ、ってこれ AT でしょ、 AT な、まあ、1000枚欲しいよな、どっかで欲しいかしらで、いやちょっとペカ男子に打ちたかったな、ハマったらもうテックされた、この台テックされたかな、あの台もう、あないでしょ多分、行ってないもんな、うん、そんな行く店じゃないですよ、そんな行く店じゃないマジでかっさらってくよな、モンキータウン6もさしっかり打ってさしっかり2台積もってね、いや、まあ言っちゃ、こういう言い方悪いけど、まあ、客層が、うん、ありがたいんよな、途中で、うん、あ弱いよな、すごい
そういう言い方良くないかもしれないですけど、まあまあいい店ですね、うん、あ、でこれこれこれなんかね、111ゲームだっけもう過ぎるとね、結構ハマっちゃうイメージ。ああね、うん、こんな感じだった。以上になります。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。7月の5日の稼働が終わったので、はい、生産の業始めていきたいと思います。はい、はい、では今回はまあ設定6、まあ、最終的に3台、はい、青のエクソシスト、花ペカ、花ペカだったよね、花ペカ、あとなんだっけ、アルジュノアゼロ、ああもう3台、まあ6、まあ5、6っすね、まあ、確実ってかな、はい、前代系だったんで、はい、でまあ気になる結果、収支発表めちゃくちゃ勝ったになりますわ。はい、なんとなんと4人で4万負けと。4万負け4万負けました。おかしいですね。4万負けてます。設定6って結構積もったね。4万負けなんで、4人でね、4万負けということで、あの1人当たり、まあ、2人で、はい、あの1万ずつ2万負けてしまったので、はい、あの2万円をここから徴収という形になりますので、はい、取ります。はい、そうですね、はい、はい、申し訳ございません。食べることはできなかったんですけど、まあ明日以降頑張っていこうと思います。はい、なんで負けたのか分かんないです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。